こんにちは、フォアスです。今回はいらない保険、生命保険会社が知られたくない本当の話、これの解説をします。この本は一言で言うと、無駄な保険と本当に必要な保険がわかる本です。この本の筆者の後田さんは、日本大手の保険会社日本生命に10年間勤めた経歴があり、その後も保険代理店に勤めた経歴のある、いわば保険のプロです。で、この本はそんな保険のプロが日本の保険がいかに不要かを書いた話題作になってます。この動画を見ている方の中にも、医療保険や生命保険に加入している方も多いと思いますが、この動画を見ると本当に必要な保険と無駄な保険が理解できます。なんとなく勧められて保険に入ってしまったという方や、無駄なお金を払いたくないという方はぜひ最後までご覧ください。ちなみに普段このチャンネルではビジネス書や心理学の本の解説をしています。月水金の18時に投稿しているので、本は読みたいけど時間がないという方や、心理学を学びたいという方はぜひチャンネル登録お願いします。それでは早速いきましょう。1つ目、民間保険におすすめはない。まずは民間保険におすすめはないという話です。筆者は保険のエキスパートということもあって、よく友人や知人からおすすめの保険について聞かれるそうです。ですが、その度に健康保険だけでいいとか、民間保険におすすめはないと答えているそうです。元保険屋のセリフとは思えないエッジの効いた返答ですが、筆者がこういう理由は単純で、日本で大きな病気をしたとしてもそこまでお金がかからないからです。で、これは日本の大きなメリットとも言えますが、例えば病気になったのがアメリカだったりすると話が変わってきます。で、アメリカには日本のような健康保険制度がないため、子供に心臓移植を受けさせようとすると1億円以上の医療費がかかると言われてます。で、こういった莫大なお金がかかる場合は自分の稼ぎでは足りないので保険に入る必要があります。ですが、日本の場合は健康保険があるので、そこまでお金はかかりません。例えば厚生労働省が公開しているデータによると、入院にかかる費用は高くても100万円以内だと言われています。また脳梗塞を除くと入院日数の平均は1週間以内だと言われています。さらに昔と比べると入院日数もどんどん短くなっている傾向もあります。実際今は日帰りの手術なんてものも当たり前のようにありますよね。また日本には最強の制度と言われている高額療養費制度があります。で、これに関しては次のパートで解説しますが、まずは日本は社会保障がしっかりしているので、民間の保険は基本的にいらないと覚えておきましょう。以上、1つ目は民間保険におすすめはないでした。2つ目、高額療養費制度でなんとかなる。2つ目は最強の制度と言われる高額療養費制度についてです。で、高額療養費制度とは、1ヶ月の医療費が一定の限度額を超えた場合、超過分の医療費がほぼタダになるという制度です。で、上限額は年収によって変わってきますが、例えば世帯年収が370万円から770万円の方が病気で入院をして、約80万円の医療費がかかったとします。ですが、ここで高額療養費制度を使うと、この方の自己負担は約8万円になります。これどうですかね、この制度シンプルに強すぎません？こんな感じで、日本には医療費を3割以内にする健康保険に加えて、限度額以上をチャラにする高額療養費制度があるため、民間保険は不要だと言われてます。で、これに関しては僕も完全に同意で、僕自身も民間保険には入っていません。で、先ほどアメリカで心臓移植をしようとすると1億かかるとお伝えしましたが、日本では心臓移植でさえ100万を超えることはないと言われています。むしろ現役の医師の多くが、ほとんどの病気が社会復帰まで50万円で済むと考えているそうです。理由は単純で、高額療養費制度があるからです。さらに心臓移植が必要な方は、障害者手帳を持てる方がほとんどなので、障害者用の医療費助成制度を使えば、さらに自己負担額を軽減できます。つまりここで何が言いたいかというと、日本の公的医療保険制度はかなり優れているということです。保険に入る人のほとんどが何かあった時のためや、不安を軽減するために民間保険に加入しています。ですが、まずは日本の公的医療保険がどの程度カバー力があるかを認識しましょう。その上で、ここだけは不安だから入っておきたいと思える保険があれば加入するのもありだと思います。以上、2つ目は高額療養費制度でなんとかなるでした。3つ目、保険はボランティアではない。3つ目は保険会社は慈善事業ではないという話です。で、これは当たり前のことですが、保険会社はボランティアでやっているわけではなく、ビジネスです。当然利益が出ないと会社が成り立ちません。なので、保険会社は利益を出すために保険の加入者を増やす、もしくは保険料の値上げをする、
またはあんまり知りたくなかったんですが保証内容を減らすといった手を打つ必要があります。でこういった手で保険会社は利益を上げているんですが、逆を言うとこういった手を打たないと保険会社はすぐに潰れてしまいます。でこういった考え方はパチンコ屋なんかでも同じで、パチンコや競馬、宝くじといったギャンブルも最終的には店側が勝つようになってます。つまりどんな保険会社であっても最終的には利益が出るような設定がされているということです。で仮に最終的にこちらに利益が出るパターンがあるとすれば、例えば毎年のように病気になって入院する人であれば保険に入っていた方が得をしますが、ほとんどの方が入院なんて滅多にしないですよね。ですがなぜ多くの人が保険に入っているかというと、今の保険の多くが老後に対する漠然とした不安につけ込んだ商品だからです。多くの方が老後に年金だけでやっているかなといった不安を抱えているため、一生涯保障とか持病があっても入れますといった宣伝にコロッとやられてしまいます。ですがこの本の筆者は滅多にしない入院のために月々の保険料を払うよりも、その分を毎月の貯金に回した方が合理的だと言ってます。例えば月々の保険料が5000円だとしたら、年間の保険料は6万円になります。で仮に5年間入院しなかったとしたら30万円の貯金ができます。なので毎年のように入院する方以外は普通に貯金した方がお金が貯まります。なので結論、保険はボランティアではありません。ビジネスである以上会社が得する仕組みになっていることを認識しましょう。以上3つ目は保険はボランティアではないでした。4つ目、保険は自動車保険のように考える。4つ目は保険は自動車保険のように考えましょうという話です。ここまで散々民間保険は不要という話をしましたが、この本には一部加入する価値のある保険があると書かれています。で結論から言うと、価値のある保険というのは家族がいる人の生命保険です。家族がいる人は家族を養うためにお金を稼がないといけません。また仮に自分の身に何か起きた時に公的な保障が受けられるとしても、教育費や生活費などを考えると1000万以上のお金が必要になる可能性があります。でここで大事になってくるのが保険の考え方です。この本では保険に入る時には自動車保険をイメージするのがいいと言われていますが、例えばあなたが車を運転して事故で誰かに怪我をさせてしまって重度の障害が残ったとします。そうするとあなたには賠償責任があるので数千万のお金を支払う責任が発生します。そうなるとほとんどの方がそんなに多額のお金は払えないはずです。保険はそういう時に必要なものです。本来保険っていうのは万が一のための備えです。なので保険に入る時には万が一何かあってお金が払いきれないと思った時だけ入りましょう。なので生命保険に関しては、万が一自分の身に何か起こって残された家族が路頭に迷うのを防ぐために必要です。とは言ってもあんまり受給額を多く設定してしまうと月々の保険料が高くなるので、そのあたりは最低限のラインにしましょう。また生命保険のタイプも積み立てではなく掛け捨てがおすすめです。なので結論、本当に価値のある保険は家族がいる人の生命保険です。保険に入る時には万が一を想定した上で加入を検討しましょう。以上、4つ目は保険は自動車保険のように考えるでした。5つ目、貯蓄運用目的の保険はいらない。最後は貯蓄や運用目的の保険はいらないという話です。最近は積み立て型や貯蓄型の保険がありますが、結論から言うとそういった保険は必要ありません。あとは学資保険や個人年金保険などもありますが、これらも全部不要です。これらがいらない理由は元本割れのリスクがあることと、リスクの割にリターンが見合っていないからです。では反対に保険に勝る資産形成方法が何かというと、積み立て NISA や確定拠出年金、個人向け国債などが挙げられます。積み立て NISA や確定拠出年金、つまりイデコはご存知の方も多いと思いますが、これらは国が用意した資産運用のツールです。これらの最大のメリットは税制優遇が得られることです。一般的に株などで得られた利益には 20% 近くの税金がかかりますが、積み立て NISA やイデコにはこれらの税金がかかりません。それだけでも保険の貯蓄商品とはメリットが桁違いなんですが、それ以外にも NISA やイデコは手数料がめちゃくちゃ安いです。また老後に不安を感じて保険に入る方も多いと思いますが、イデコは60歳までは引き出せないという資金ロックがあるものの、そのデメリットが気にならない方なら老後資金の強い味方になってくれます。とは言ってもNISAやイデコは株の運用がメインになってくるので、投資にはどうしても抵抗があるという方には個人向け国債が勧められています。
個人向け国債とは簡単に言うと国が発行している債券のことです。債券は株の親戚みたいなものだと思っておけば大丈夫ですが、株と債券の大きな違いは守備力です。一般的に株は得られるリターンが大きい代わりに値動きによって利益が大きくマイナスになる土地もあります。ですが債券の場合は得られるリターンが少ない代わりにマイナスも少ないというメリットがあります。しかも国債はその名の通り国が発行しているため安全性の高さは国が保証しています。とは言っても積立 NISA やイデコも15年や20年など長期的に投資をすればほぼ負けないと言われているので、個人的には NISA やイデコでいいと思っていますが、どうしても投資が怖いという方は個人向け国債でもいいと思います。なので結論、貯蓄運用目的の保険は必要ありません。それよりも積立 NISA やイデコもしくは個人向け国債がおすすめです。以上、最後は貯蓄運用目的の保険はいらないでした。はい、それでは今回の話を簡単に復習します。今回はいらない保険、生命保険会社が知られたくない本当の話の解説をしました。1つ目、民間保険におすすめはない。日本には健康保険制度があるので基本的に民間保険に入る必要はありません。2つ目、高額療養費制度でなんとかなる。日本の医療保険制度はかなりしっかりしており、高額療養費制度を使えば自己負担額をかなり軽減できます。3つ目、保険はボランティアではない。保険会社はビジネスである以上利益が出るようになってます。毎月の保険料を支払うよりもそのお金を毎月貯金した方が将来の備えになります。4つ目、保険は自動車保険のように考える。保険は万が一の備えです。家族がいる人のみ生命保険に入りましょう。5つ目、貯蓄運用目的の保険はいらない。効率よく資産形成をしたい方は積立 NISA やイデコを活用しましょう。はい、それでは今回の話は以上になります。今回の話が良かったと感じていただけたら、ぜひ高評価とチャンネル登録お願いします。最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。それではまたお会いしましょう。